おはようございます。釣り子 TV です。先日デプスのウェブメンバーの方でリセールね、2021年に出たものの中で買い逃したものありませんかみたいなセールが行われていて、そこでね、ちょっと、買いそびれたっていうのがあったんで、これ買ってみました。早速届いたんで開けていきたいと思います。はいはい、じゃあね、開けていきますけど、まあこんな感じのね、段ボール入ってますけども、表側ちょっとね、住所とかいろいろ書いてあるんで、という感じでこういう感じで開けてみますか。これちょっと嬉しいですよね。結構ね、買い漏らしたってのがあって、ここをはい、じゃあね、出していきたいと思います。おー、来た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 。おっと、これ納品書かな。はい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 、はい、来ましたね。じゃあね、早速開けていきます。まあ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 、こんな感じでもう、見えちゃってますけども、ジグとね、あとね、グリップ系のやつですね。ちょっとね、買っとけよかったなって、買いそびれたなってのがいくつかあって、んでね、注文してみたんですけども、すごい、結構ちゃんとしたパッケージに入ってるんだな。はいはい、どんどん出していきますよ。結構しっかりとした、これはこれは、はい、こんな感じで、はい、開封してみました。というわけでね、ジグと、あとはですね、グリップ、魚つかみですね、これをね、買ってみました。まずはまずは、すごい本格的なパッケージに入ってますね、これね。え、ジグアダー、このリブが特徴的なね、ジグなんですけども、これ買いそびれちゃってて、ね、もうハイシーズンは終わってしまったかと思うんですけども、このチャンスで手に入るならばということで、重さはですね、 30g のピンクバッグのもの、それとこれがですね、45g の同じくピンクバッグのもの、あとね、シーバスなんかでね、自分好きでよく使ってたなっていうことで、こうブルーバックで、こうベリーがピンクのね、こういったカラーですね。これの同じくやっぱりね、 30g と 45g のものね、まずね、これを買ってみたっていう感じですね。もう最初から針もついててね、もうポンと出してすぐ使えるような仕様になりますけども、はいはい、これと、あとね、気になっていたのが、これもね、いつの間にか注文期間が終わっていて、買いそびれていたですね、これは本格的、魚つかみなんですけどね、アジとかカサゴとか、ああいう、まあなんていうかな、海の魚とか、こういうのでね、まあ持って帰って食べる前提の魚ですね。ぬるぬるしている魚とか、あとはね、そういうの狙ってると、たまにハオコゼであるとか、まあゴンズイであるとかね、そういうちょっとした毒の魚なんかも釣れたりするんで、そんな時に重宝するですね、魚つかみデプススペシャルね。ここにこれね、なんだろう、ベルトとかにぶら下げておけるね、こういった金びらがついていて、でここをピュッて押すと、パンって開くね、ロック機構があって、パンと開く。これはなんだろう、ちょっとね、写真で見た感じとかだと、すいません、ちょっと舐めてたというか、もっとなんだ、安っぽいものが届くのかなと思っていたら、このウェブメンバー限定のこれね、かなり質感がしっかりとした、結構いいものですよ。はい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 、こんな感じでね、魚つかみ、あとはですね、これですね、ジグアダーっていうこと
ということで、まあ、ここら辺ちょっと冬場の釣りとかでもね、使えたりするんで早速海に持っていこうかななんていうふうに思うんですけども、あ結構ねこういう感じで買い逃したのがあるんですよね。ウェブメンバーのメンバー募集が2月から始まると思うんですけど、来年ももちろんね、来年度ですかね、継続して入ろうと思うんですが、基本的にはお願いした注文したものは確実に手に入るんです。ただね、まあ手に入るから後で注文すればいいやなんつって、そのうちに仕事が忙しくなったりして気がつくと、あれ？あ、やばい、注文期間終わってるってね、こういうことがよくあるんで、まあそれでね、まあ買い逃した、買い漏らしたってのをね、今回こうやってねリセールっていうタイミングで手に入れることができたんですけども、これはと思ったやつは、その発売した瞬間とかはね、結構もしかしたらネットつながりづらくなったりとかも ありえるんですけども、翌日ぐらいにはポチッとなしといた方がいいんじゃないかなってね。でもうね、結構お安くこういう本格的なものがね手に入っちゃうんで、ぜひですね、注文はだいたい翌日ぐらいまでには済ました方がいいんじゃないかなね、ということで、まあ、今回ジグと魚つかみ手に入れたんで、早速ね、これを持って釣りに行こうと思います。で、まあ、ポイントとしてはこういうので釣れたそのブラックバス以外の魚ですね、それはあのデプスジャムっていう方に投稿するとポイントがついたりするんですね。でそのポイントが貯まると、そのポイントもこういったのをお買い物するときに使用したりすることができるんで、例えば自分なんかだと、あのコードネームバスでシーバス釣れたよとかね、フュージンペンシルで初めてスズキ釣れましたなんていう時に投稿したりするんですけど、そうするとちょっとポイントをね、手に入れることができて、そこら辺のポイントもねこういうのにね、反映させて、今回もね結構もう年度も切り替わることだしって、全部ねポイント貯まったやつ使って買ったところね、お得にね買うことができました。あ、そう、値段言ってなかったですね。ちょっと値段の方をチェックしておくと、まずですね、このね、ジグアダーね、これが1個ね375円、まあ、ちょっとバリ安ですよね。375円ですよこれがね、ちょっとそこいらのジグより安いな。でこのフィッシュグリップですね、デプスロゴのタイプ、これがですね1874円、ね、1874円でね買うことができたんで、まあ何にしても結構お得です、いろいろ含めて。はい、というわけでね、2月1日からね、新年度のメンバー募集始まりますんでね、ぜひ申し込み忘れないようにということで、はい、本日の釣り子 TV は、こちら、デプスのウェブメンバーのですね、リセール、これでね買い漏らしたジグアダーとデプスロゴ入りのフィッシュグリップ、これを買ったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。